熊本地震後、JR 豊肥線は肥後大津駅と大分県の豊後荻駅間で不通となっていましたが、平成28年7月9日、阿蘇駅と豊後荻駅間の運転が始まり、阿蘇駅で出発式が行われました。まず、阿蘇駅のホームで九州横断特急の出発式が行われ、佐藤義興阿蘇市長が、大分からのルートが再開したことで、多くの方に阿蘇に来ていただき、阿蘇の現状を知ってもらいたい。また、精一杯私たちもおもてなしをしたいと挨拶。また、JR 九州熊本支社の山下真嗣支社長が、まずは大分からのお客様を阿蘇にお迎えして、そこから阿蘇の元気な姿を全国に発信していきたいと思いますと挨拶しました。そして、阿蘇市の観光関係者たちが見送る中、一日駅長に任命された佐藤阿蘇市長の合図で、午前9時45分発、別府駅行きの九州横断特急列車が発車しました。いやー嬉しいですね、本当嬉しい。やっぱり夏休みの前に阿蘇まで、列車が通るということは非常に私たちにとっては本当に希望の光がもう一輪差してきた。もう私たち観光業にとっては本当にやっぱり嬉しいとの一言ですね。やはりこうやって大分の方から阿蘇に直接来て来れるということは、お客様にとって阿蘇に来る手段というのが一つ増えた。ただそれだけなんですけど、私たちにとっては本当希望の光がどん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 外に向かって出ていくぐらい本当に嬉しいの一言です。 JR 豊肥線は4月14日に発生した熊本地震で被害を受け、熊本県の肥後大津駅と大分県の豊後荻駅間がおよそ52キロにわたり不通となっていました。阿蘇駅、豊後荻駅間の復旧作業が終わり、86日ぶりに部分開通。残りの肥後大津駅と阿蘇駅間の運転再開の見通しは立っていないということです。 JR 九州では、九州横断特急列車は別府駅と阿蘇駅を1日3往復、普通列車は大分駅、宮地駅間を1日5往復運転するということです。